タイトにピシッとまとまってるんですけど、おしゃれ感のあるポニーテールアレンジになります。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はタイトにねまとまってるんですけど、おしゃれに見えるポニーテールアレンジのご紹介です。普段ねポニーテールアレンジ結構やられてる方も多いかなと思います。お仕事柄ね、ピシッとまとめないといけなかったりとか、髪の毛が多い方に関してはね、ピシッとまとめないとちょっとね崩れやすかったりとかする方も多いかなと思うので、そういった方向けの今日はね、ピシッとまとまってて崩れないけどおしゃれに見えるポニーテールになります。いつもねポニーテールアレンジやってる方ね、このアレンジかなり使えるかなと思いますので、ぜひね覚えていってください。それでは早速動画をどうぞ。では始めていきます。まずブラシで溶かしながら髪の毛をまとめていきます。で、大体まとめる位置はまあやりやすい場所で大丈夫ですので、まあこの辺りぐらいですね、まあ耳より少し下あたりぐらいで髪の毛をまとめると、まとめた時にツヤ感だったりとか綺麗に見えやすいので、この位置でまとめていきます。次に表面のこの髪の毛をちょっとだけ取り分けます。こんな感じで結構ざっくりで大丈夫ですので、この部分の髪の毛と2つに分けます。だいたいこう取る位置は本当にこのぐらいの円形ぐらいで取っていただいて、で下の部分が結構多めで上が少し薄めの状態で取り分けます。でこの上の髪の毛を下の髪の毛に1回転だけ巻きつけていきます。こんな感じで、で巻きつけた毛先は下の毛先の部分と同じようにまとめていきます。でこのちょっと巻きつけた部分の少し下あたり、このあたりぐらいにゴムで結んでいきます。こんな感じで結んだら、もう早速なんですけどゴムがあんまり見えないような状態になってます。ここでギュッと締めていくと、もうバランス的にはゴムが見えなくてゴム隠しになっているような状態になります。あとはここの巻きつけた部分を少しだけ横に引っ張ってルーズ感を出します。でこの辺りの部分、この巻きつけた表面の部分ですね、ここがやっぱりペタッとしている方に関しては少しだけ丸みが出るような感じで引き出してあげる。で引っ張った時にあまりねこう引き出しにくかったら無理やりするのはやめてください。まあ、これだけでもね結構綺麗にまとまってるのでバランス的には OK かなと思います。毛先だったりとかパサつきがある方に関してはロックオイルを少しだけつけて髪の毛を綺麗にまとめていきます。で綺麗にパサつきがなくなってツヤっぽくまとまればこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでねご紹介させていただきました。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。普通に上と下で分けて巻きつけてゴムで結ぶだけです。でここちょっと引き出したりとかしたんですけど、別に引き出さなくても形的にはまあまあ綺麗になるかなと思いますし、少しねこういう風にちょっと段がついてたりとかすることによってボリューム感だったりとかも出てくるので、頭の形も結構綺麗に見えるかなと思います。なのでまあ普段ポニーテールやられてる方結構ね使えるアレンジになるかなと思いますので、ぜひね皆さんやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。